はい、深夜です。今日はなんとツタヤのウィル・アングレーカフェにやってきました。おカフェにはうるさいんでもうすごい忖度しながらやっていきます。もういくら自分のバンドのカフェであろうとカフェであろうと厳しく甘めにいきます。甘めなんですね、はい、あ、忖度するんですね。めっちゃします。わかりました。これはまずグッズが、で、これグッズがオリジナルグッズです。売ってるの、これ。これ売ってますよ。まずランチョンマットケース、ランチョンマットケースなんで、まあ、ちょっとでかいクリアファイルみたいなのですね。ランチョンマットは、ランチョンマットは多分そのカフェの方があの もらえるのか買うのかわかんないですけど、アクリルキーホルダーです。はい、これはカフェのロゴが、はい、まあすごいいい感じの、これは記念品としていいですね。はい、はい、おアクリルスタンドやん。アクリルスタンド5種ランダム。はい、ランダム、ランダムですね。メンバーのアーシャの、これはいいですね。これ、はい、わ、くっついてるあ、下きついです、はい、これはいいですね。皆さん多分これは欲しいと思います。これ、はい、もうパッと見全部四角、全部四角です。全部四角でなんだかわかりません。はい、四角でできてて、こう形に沿ってこうくり抜けるタイプっぽいです、はいはい、そしてマグカップ。おいいですね。やっぱカフェといえばマグカップ。カフェといえばマグカップです、はい、これはもう絶対買っときたいと思いますね。そして T シャツ。はい、カフェといえば T シャツです。そうでしたっけ、はい、まあこれもやっぱり欲しいですね。 T シャツは渋谷つたやさんとその梅田も入ってますね、はい、入ってますね。はい、梅田でもやってます。やってます。サテライト開催ということでやっております。はい、これも T シャツです。はい、これ表ですね。フロントと同じやつですね。そうですそうです。なるほど、はい、あの1種類なんで、はい、フロントとバックですね、はい、6050円です。はい、そうです。そして、はい、こっちなんとあれこれ過去グッズじゃん。そうなんです。あの過去グッズを貸してもらってるということで、え、見て、世界の地元飯。いや、これは多分、蔦屋さんの本です。これも普通に売ってると思いますけど、これ気になるな。え、世界のカレーズか、めっちゃ気になるな。いいですね。え、すごい、こんなの売ってたの。売ってますよ。こっち全部あれですね。あの、過去グッズというか、ツアーで売ってたグッズで、今のは、こっち新商品というか、オリジナルグッズですね、カフェの。カフェといえばお箸。これいいですよね。箸袋付き。見てこれ、カフェといえば醤油皿。見てこの可愛い猫ちゃん。これ多分醤油入れると出てくるんですよね。可愛い。知ってます。皆さん上見てください。え、うわ、いる。います。おお、これは普通にあのポスターですね。ポスターというか、これ多分ここ専用で作ってるやつです。え、はい。売ってるんですか。全員分あります。いや、売ってはいないと思います。そう、はい。もうここでしか見れない。ここで、まあ、アーシャですけどね。はい、おー、いいっすね。え、お、なんだこれ。え、何も知らないですか。全然知らなすぎじゃないですか。牛がいる。いやいや、違います。これ衣装展示です。おー。はい。これ、京さんのじゃん。そうです。だから。これ、まさにこのアーシャで着てる。これですよ、まさに。え、もうそれそのままです。これ本物？本物ですよ。レプリカじゃなくて？本物です。この牛も？これもそうですよ。本物ですよ。あの MV にも登場した。登場してて、でこのあの、ま、マスクっていうんですかね、これも本物で、全部本物です。これ自由に触れるの？え、触っちゃダメです。触っちゃダメ。はい、あのこう展示触れ、お手を触れないと。ああ、はい。で隣に、はい、これこのスタイル、はい、トシヤさんじゃないですか？これはトシヤさんです、確実に。で、これもあの、ファラリスの？いや、多分違います。それぞれなんかみんな、あの、いろいろ、ライブの時のだったり出してます。ああ、はい。こんなんいつ着てた？でも、これなんか、あれ、見覚えありますよね。はい。え？こう、ベース着てないじゃん。手のところに、はい、バーッとついてる。で、
こっち隣が。え誰これカオルさん。こんな服着てた。これも多分、まあ、ライブとかのやつじゃないですかね。え、はい、こう赤い。赤いのが。中のシャツがちょっと。柄物で。僕と一緒です。一緒ですね。で、逆側行きまして。おこのシルエットは、はい、第3じゃないですか。これは第3ですね。ここです。これファラリスで着てたやつ。これもファラリスじゃないです。おぉ、はい、黒い。これ、あの、第3っぽい感じありますね。そうですね。そして、おこれは見覚えがある。これ、深夜さんのじゃないですか。これ、僕着てたやつです、ね。見覚えあるっていうか、深夜さんですかね。しかも、これ、ファラリスで着てました。はい、おぉ。あ、ってことは、これですか。もう、それです。おぉ。もう、全部それです。おぉ。これが、このまま着てると、ここに。すげえ。すごい。いいですね。これはこうジャケットと、はい、こういう長いのと、はい、中にシャツが、シャツとでこういう素材のパンツです。はい、あなんか柔らかめな素材なんですね。ズボン。ここが太くなってバー細くなってる感じですね。それがおすすめポイントですね。これを自分の家から持ち出しました。はい。これジャケットもなんかよく見るとキラキラしてますよね。そうなんですよ。いいですね。こういうのも見れるのもなかなかないですからね、マジで、ね。これはいいですよ、この点で。見て、真後ろからも見れる。そうですよ。後ろ見ることないですか？後ろなんて死んでもないじゃん、見ることが。まあまあ、そうです。その。ほら、見て、ここ、はい、後ろ。あここ、蛇柄に。ほんとだ。細か一生気づかないから気づかなかったですね僕もほら見てボタンが4つまあこれはあの普通の塩じゃないですか共産のとかすごいですよこの骨すげえ共産のすげえ骨だ骨よくできてますよねこれすごいですようわ、はい、まあこれ隅々まで見てほしいですねせっかくだそうです、はい、後ろまですげえあここにおなんか過去のアーシャが。アーシャありますね。真っ黒だ。あ、真っ黒だ。あ、真っ黒だ。あ、白い。これ白いよね。あ、真っ黒だ。真っ黒っす。真っ黒だ。真っ黒目っすね。白黒だ。青い。なんかもう、青黒い。赤い。はい真っ黒だ、はい、これ暗いですねこれ多分映ってないですこれナンバーハッチのエレベーターじゃないえすごいかこれとか高層じゃないですかいや海外じゃないこれ海外か、うん、真っ黒だフル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 あーもうこの辺メイクしてないと思いますわーいいですねえなんかいっぱいあるすげえ写真めっちゃあるめっちゃあるえなんか歴代のが全部載ってるの全部ではないですね結構そのデビュー当時のとかはないですけどああボルゴーとかありますか、ね、懐かしいこれファイナルだあこれファイナルですねバルゴーバルゴーこれはなんかウィザリングぐらいのやつだあこれもウィザリングぐらいですねあこれクレバースリーというのおあこれ藤枝くんがちょうど入った頃の凌辱の雨じゃんおおよく覚えてますねこれ凌辱なんですね。そうです。めっちゃオッケーだ。ただ暗いのはやっぱ多いですね。もう全部暗い。暗い。いいですね。これ楽しめますね。写真。うわでかっ。あ、なんかライブだ。これはデスペレート。いつ？前回ツアーですね。ガーデンシアター？ガーデンシアターじゃない。疎開ではないです。これは多分ゼップ羽田じゃないですかね。お、いる。お、います。画質悪。画質悪。なんでこんな悪いの他のメンバーめっちゃいいっすよ。うわ、ピーナッツで。いや、それ関係ないっす。これは多分、蔦谷さんの本なんですよね、きっと。おこういうの見れたりするんですかね、普段は。ほら、樋口優子さん。あ、本当だ。ほらって言っても何のほらかんですかあれこの映像とかも流れてますあ映像流れてるんですねあこれ MV やパフュームの MV ですね
ちにも。これもアライブだ。え、2008年だって。なんでこんな古いの持ってんの？多分会社で渡してるんですけど。古いやつに。あ、そうか、ウロボロスだ。日本武道館。おお。2010年。はい。と、2009年9月。全然覚えてない。フィスト・オブ・ファイブ・センス。いやライブ写真もめっちゃ載ってる。あ、シアさんいますよ。あ、本当だ。はい。どうか。シアさん、基本的に画質悪くないですね。画質悪い。はい。あ、あそこもパスタあるよ。本当だ。あ、この部位にもある。本当だ。はい。え、同じの？同じのだ。ですね。これはもう結構ライブの会場とかでも貼ってるんですけど。パラディスの展開用です。すごい。こっちも。あれ、こっちも。こっちもディルアングレイ。あ、これポスターだ。ポスターありますね。すごい。これはこれで最近のインサレデッドワールド。これベストですね。はい、多分。あ、ここで、はい、あのトークイベントポストやりました。あ。みたいですね。はい。たくみさんと。はい。で、お客さん、こう、バーっといて。バーっていて。あっちの方にもいて。あっちの方にも。こっちにもいて。はい。たくみさんとの爆笑トーク。爆笑トークで。はい。今、ここも映像が。映像ありますね。で、あ、ここも、でっかく。でっかく。お。と、まあ、カフェの雰囲気は、こんな感じです。そうですね。これはもう、あの、忖度なしで言っても、100点満点ですね。はい、おぉ。素晴らしい。なんか雰囲気もいいですもんね。雰囲気もいい。で、写真もすごいあって、これ楽しめますよね。あと、あそこが多分お酒とかあって、めっちゃあるんですよ。山崎とかちょっと見えます。飲んできてよ。いや、これちょっと見たい。深夜さん送らなきゃいけない。山崎は。山崎は響きもある。響きもあるんですよ。ビルにちなんで。それは多分たまってます。あ、で、ランチョンマット多分これじゃないですか。お。ランダムなんで。多分これ輪ゴムの色で。はい。わかるんじゃないですか。深夜さん、さすが夏の時やってるだけあって、鋭いですね。で、メニューもありますね、この下に。お。はい。おしゃれ。おしゃれですね。飲み物もちょっと気になりますよね、これ。食べ物も気になります。はい、こんな感じになってます。多分お客さんが見届きます、ね。まあ、こんな雰囲気で。はい。まあ、雰囲気はまあ100点満点ですが、はい。やっぱカフェなんで、はい。もう料理がどうかっていうところですよ。まあ、そうですね、料理も。料理が一番ですよ、カフェは。はい、気になるところですよ。じゃあ食べてみますか。おお、食べましょう。はい。はい。来ました。おお。僕が頼んだのは、はい。水蔵仕込みのペスカトーレ。おお。のパプリカとオクラ抜きです。なんか、ちょっとあれ、あの、カスタムですね。はい。あと、飲み物も。飲み物は、はい、肝臓入りのオレンジジュースです。おお。もうあの、フィルスの歌詞の。そうです。やつですね。まさしく、はい、オレンジジュースは、うわ、オレンジジュースだ。美味しいですか？美味しい。おお。多分なんか果肉とかも入ってる。ああ。らしく、それを多分肝臓に見立ててる。果肉が？果肉です。ああはい。どうですか？美味しい。おお。まあ、見るからに美味しそうですね。エビも食べます。うわ、うまそう。どうですか？うわ、これ地中海のエビだ。わかるか。地中海産のエビですね。うん。パー何入ってます？見てこれ。イカ丸ごと。ほら。本当かわいい、なんか。そんなんあるんですか？え？こんな豪華なやつある？超美味しそう。うん。どうですか？地中海のイカだ。全部地中海。
ごい、このアサリ、うん、まるでハマグリかのような。ちょっと言い過ぎですでもでかいです、確かに。どうですか。うわ、オホーツクさんだ急に違う時き志田さんすぐ分かるっすね、うん、産地が。というわけでヒルアングレーカフェでした。他にもこう人造混じりの甘口カレーとか、はい、まあ、飲み物も他にもあります、ね、レッドソイル、はい、いろいろ5種類あるんで、はい、ぜひ皆さん来てください。いや、もう終わってます。え、これ流れる頃には終わってます。え、いつまでですか。もう明日まで。明日まで。あ、今回多分終わっちゃってるんですが、また次のアルバムの時とか、はい、4年後ぐらいにまたやると思うんでその時はぜひ来てください。はい、さよなら。